申し訳まずクッキング。ね、今日やる料理はね、はい、じゃじゃーん、ナスとね、はい、ししとうちゃん。はい、これ使ってね、もう簡単丼ぶりやっちゃいまーす。はい、調理スタート。はい、今日の材料説明いきますね。はい、豚ひき肉、はい、150g。はい、それからナス1本に、はい、ししとう、これ、だいたい、まあ、1パックの半分ぐらいかな。ですね、こんな感じで入ってたんでね。はい、これでやっちゃいます。よし、じゃあね、早速ね、調理の方行ってみます。今日はね、ちょっとね、全部、これ、そぼろ丼にしようと思ってますんでね、まずこのヘタだけ取って、ね、まあね、ししとうってね、こう結構飾りで、色目でこう、重宝するんですけど、意外とね、この一パックが余ったりするんですよね。なんでね、このね、ししとうをまあ、ちょっとメインでね、考えようかなと思ったんですけど、まあ、ナスもあったんでね、ちょっと一緒にちょっとそぼろ丼にしようかなと思って、ね、こんな感じで、はい、ししとうはこういう感じで、大体こう、ね、そう、こういう感じで、まあ、5ミリか、5ミリぐらいですか。こんな感じにもう、なんていうかな、こう細かく、粗く、こう5ミリぐらいにこうカットしますね。こんな感じでいいと思うんでね。こんな感じでちょっと食感も楽しみたいんで、こんな感じにこうカットしていきます。はい。そしたら、ナスはね、こうね、ギリギリこのガクのところ、ヘタ取って、ガクのところこう剥いてあげて、でね、今日はそぼろ丼にするということなんで、ちょっとね、このナスも、こういう感じで、大体ね、その、この、ししとうに合わせるぐらいの大きさに、大体でいいんでね、こういう感じでこう、ちょっと大きめの、なんつうか、角切りというかな、こういう感じにこう切っていきます。でこれで、まあ、全体的に馴染みがいいような感じに、こんな感じでね。大体、まあ、そう、5ミリ角ぐらいの角切りのイメージで、こんな感じで切っていきます。はい、こんな感じです。さあ、こんな感じで、はい、材料は整いましたと。よし、じゃあね、早速ね、調理の方行ってみたいと思います。よいしょ。はい、まず油大さじ1杯。よいしょ。よし。はい、そしたらね、まずひき肉ちゃん炒めていきます。さあ、それでね、ひき肉炒める段階で、はい、こちらね、はい、ニンニクと生姜に分かれてるんですけど、これね、ニンニクのみじん切り小さじ1杯、はい、生姜のみじん切りも小さじ1杯、はい、ここで香り入れていきます。はい、ニンニク、生姜のめちゃめちゃいい香りー。はい、こんな感じで、はい、ひき肉ちゃんに、ある程度もう火が通ったら、はい、ここに、はい、ナスとね、あと、はい、ししとうちゃんも入れちゃいます。はい、こんな感じで混ぜていくと、うわ、彩りもいいしね、はい、ここでね、まあ、なんていうのかな、ひき肉から出た油を、ナスが吸ってね、あ、いい感じに、馴染んでいくと思いますよ。はい。さあ、そこで、今日はね、ちょっとピリ辛にしたいんですけど、豆板醤じゃなくて、これね、糸と、なんですが、唐辛子の輪切り使いますね。はい。構成でね、このししとうのね、緑色とね、あと、こう、色もね、映えますよ。でね、これ、まあ、一つかみ。で、これ、辛いの好きな人、もうね、たくさん入れてもいいですよね。で、こんな感じで、はい。ここで辛味も入りましたと。よいしょ。はい、そしたらね、はい、しっかり炒めて、少しナスがタンとしてきたら、はい、今日の味付けいきます。はい、そうしましたら、はい、まずね、お酒ね、お酒。はい、お酒大さじ、はい、一杯。そしたら、はい、毎度おなじみ、トーミーシャンタンね。はい、これ、小さじ一杯。はい、こんな感じでね。よいしょ。はい、そしたら、はい、お醤油ですね。お醤油も大さじ1、あ、小さじです。ごめんなさい。小さじ1杯。はい。よし。はい、こんな感じでね、ちょっとさっぱりしてるんだけど、ちょっとピリ辛みたいな感じですよ。よいしょ。はい、こんな感じでしっかり炒まったら、ちょっと味見してみますね。
っぱりしてていい感じ。よいしょ。そしたらね、しっかりこんな感じで炒まったら、はい、最後の最後に、はい、ごま油、プラス一杯ぐらいこう回しかけてね。はい、これで具材の完成となります。はい、そしたらね、はい、出来たての、はい、そぼろちゃんを、はい、ご飯の上に、はい、ぶっかけて、よし。はい、ご飯の上にぶっかけたら、はい、これあってもなくてもいいけどね、あったらしば漬けなんかね、こう脇に添えてあげて、はい、完成しました。はい、今日の簡単料理ね、豚と、ひき肉とナスの、そぼろ丼の完成でーす。めちゃめちゃ美味しそう。よし、じゃあね、おすすめ食べてみたいと思います。はいはい、今日の感じこんな感じだよ。美味しそうに取れてっかな。めちゃめちゃ美味しそうですよ。はい、ってことで、はい、これを食べる前に、よし、はい、いつも通り、はい、チューハイタイム。皆さんお疲れ様でした。乾杯。美味しい、もう美味しい。へへへ。ってことで今日はこんな感じでね、さっぱり味のそぼろ丼ですよ。でも一緒に取れてっかな。はい、じゃあ早速いただいてみたいと思います。いただきます。いやー、美味しそう。いやー、もうこれはね、見た感じ爽やかだしね。いただきます。じゃあいってみます。うん、これもうめちゃめちゃ美味しい。いやー、もうさっぱりしてるね。なんか甘辛い感じになって、今日はさっぱりした感じで食べたかったんで、でね、このししとうとのちょっとしたほろ苦さとね、このなんていうのかな、ひき肉、それにそのひき肉のなんていうのかな、油を吸ったこのナスね、これは混然一体となった丼ですよ。これは美味しい。このナスもいいね。この細かく切ったことによって、このなんていうかな、馴染みがいい。で、こうなんていうか、豚肉だけじゃなくて、こうナスでこう油吸ってるんで、ビターっとしてないですね。しっかりこうなんていうか、コクもあるんだけど、さっぱりしたイメージで、そこにこのししとうのこのほろ苦さと、ちょっとね、この鷹の爪のピリッとしたのがこうちょいちょい出てきて、これはね、本当にいい丼だね。さっぱりしてるし、だけどめちゃめちゃコクもあると。これ本当に食欲進みますね。しかも簡単だしね。でね、さっき動画の時も言いましたけど、まあね、ししとうね、意外と余るんですよね。あのパックで買って、ちょっとした なんかこう、まあ天ぷら、俺はあんまりやんないですけど、あの僕はね、あのだけどちょっとしたこう天ぷらの時もこう色目でよかったりとか、煮物の時もちょっとしたこうアクセントでこう入れてって言うんだけど、あのどうしてもね、このパックでね、あんな絶対使わないですよね、あの なんかちょっとした料理なんで、どうしても余ってしまう。でそこで、じゃあどうしたらいいのかなってなった時に、このようにしてね、まあなんつうかな、ナスとひき肉と合わせて丼にすると、めちゃめちゃこれはね、清涼感もありますし、本当に美味しいです。このさっぱりしててね、さっぱりしてるんだけど、こうナスと合わせることによってコクもあると。あー、美味しい。これも最高です。ってことで、今日のこの簡単丼ね、なんて言ったらいいのかな、ナスと、まあそうね、ナスとししとうのそぼろ丼、はい、大成功です。皆さん簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。